今回は高齢者の総合相談センターである地域包括支援センターについて、尾道市地域包括支援センターの久松博明さんと、向島地域包括支援センターの榊原昭恵さんにお聞きします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では最初に久松さんに伺います。地域包括支援センターとはどういったところなんでしょうか？はい、地域包括支援センターは地域で暮らす高齢者の総合相談センターです。市内7カ所に設置しており、医療、介護、福祉、権利擁護など様々な面からサポートしています。センターでは主に4つの業務をしています。1つ目は高齢者の困りごとを一緒に考える総合相談、2つ目は介護保険の介護予防ケアマネジメントや地域で開催されているシルバーリハビリ体操など高齢者の元気を応援する業務、3つ目は包括的継続的ケアマネジメントといいますが、ケアマネージャーさんや地域活動を支援する業務、4つ目は権利擁護業務といいますが、成年後見制度のご案内や高齢者虐待など高齢者の安全安心のための業務をしています。高齢の人やその家族の方たちが利用できる総合的な相談窓口なんですね。ではどういった方たちが利用されているんでしょうか？はい、おおむね65歳以上の方で、生活上の困りごと心配事を抱えている方から相談をお受けしています。ご本人だけでなく、ご家族、民生委員さん、ご様子を心配されたご近所、ご友人の方からの相談やご紹介もあります。相談の方法は直接センターにお越しいただいても電話でも大丈夫ですが、ほとんどの場合はご自宅に訪問させていただき、お困りごとをお聞きしています。ではどういった内容の相談が寄せられていますか？はい、相談内容は本当に多種多様です。一番多いのはヘルパーさんを利用したい、手すりを取り付けたいなどの介護保険サービスの利用相談です。最近では認知症状によるものと思われる困りごと、いろいろなご事情でゴミを溜め込んでしまった方、身寄りのないお一人暮らしの方、8050世帯とも呼ばれますが、高齢者とそのお子様両方に支援が必要な場合もあります。相談に来られた後も資格を持った専門職が連携して支援を行っていますよね。はい、地域包括支援センターでは保健師、主任ケアマネージャー、社会福祉士などの資格を持った職員がおり、必要に応じてその専門分野を生かした多職種によるチームアプローチをしています。またセンター内にとどまらず、社会福祉協議会の暮らしサポートセンターや消費生活センターなどとも連携して対応しています。問題が深刻化する前に早めに相談してほしいですね。はい、本人や家族と相談しながら一緒にどうしたらいいかを考えています。お気軽に相談してください。ではここからは地域包括支援センターでは日々どんなことをされているのか、向島地域包括支援センターの榊原さんに伺います。お願いします。私は向島地域包括支援センターでケアマネージャーの仕事をしています。介護保険の要支援の認定を受けられた方のケアプランの作成、ケアマネジメントをしています。また生活支援コーディネーターとして地域の方と一緒に地域づくりのお手伝いもしています。生活支援コーディネーターとは地域でどういったことをされていらっしゃるんですか？はい、現在
コロナ感染症予防の観点から大きな活動をというのは難しいところがありますが、これまで向島県域では高齢者の集いの場であるサロンに出向いたり、病院、介護施設、地域の方々と一緒にネットワーク会議を開催し、顔の見える関係づくりをしてきました。島内資源マップを一緒に作成したり、認知症のある方への対応を地域のみんなで体験して学ぶ尾道見守り訓練を実施して、住み慣れた地域で安心して暮らしていけるような地域づくりのお手伝いをしています。身近な地域で相談していただけるように、こうしたセンターが市内に7カ所設置されています。はい、尾道市立市民病院内にある尾道市地域包括支援センター、三次保健福祉センター内にある北部地域包括支援センター、総合福祉センター内にある西部地域包括支援センター、ベイタウン尾道組合会館内にある東部地域包括支援センター、向島の II センター内にある向島地域包括支援センター、因島の介護老人保健施設ビロードの丘内にある南部地域包括支援センター、瀬戸田福祉保健センター内にある南部地域包括支援センター瀬戸田支所の7カ所です。お住まいの地域のセンターで相談をお受けしています。利用料は無料ですので、心配事がある方などお気軽にご相談ください。今回は高齢者の総合相談センターである地域包括支援センターについて、尾道市地域包括支援センターの久松博明さんと、向島地域包括支援センターの榊原明恵さんにお聞きしました。ありがとうございました。ありがとうございました。